ーク様、ここが私の家ですよ。おお、立花の親父さんってどんな人なんだ？父はとっても優しい方ですよ。きっとラク様も父を気に入ると思いますよ。おお、帰ったか、マリー。あら、お父様、ちょうど呼びに行こうと思っていたところです。ごめん。お父様、この方が私の言い名付けの一条ラク様ですわ。素敵でしょ。はい。おお、君があの一条のせがれか。まあ座りなさい。この傷、かっこいいっすね。こいつは昔君の親父さんにつけられた傷でな。あの親父何やってんだ。俺の夢は今でもあの野郎を無所にぶち込むことなんだよ。怖すぎるこの親父。いらっしゃい。あ、おかえりなさい。ただいま、母さん。合格したよ。おめでとう。すごいわ。どなた？ああ、紹介が遅れた。ミーシャネクロンだ。まだ1ヶ月なのに、もうお嫁さんを連れてきちゃったよ。でかしたぞ。それでこそ我が息子だ。お父さんの早とちり。見ての通りだ。いただこう。うん、ちょっと聞きたいんだけどね、ミーシャちゃんはこの子のどこが好きなのかな。優しいところ。そう、そうなのよ。ところで、どんな風に出会ったの？どっちから声をかけたの？俺の方だ。まあ、さすが。すごいわ、ノスちゃん。声はご自動にするわね。ああ、それとまた客人を連れてきたのだが。はじめまして、サーシャネクロンです。あの、誰でもお嫁さんを連れてきちゃったよ。なんだと、アノス、お前、二人なんてお父さんだってしたことないのに。なんなのこれ。いらっしゃい。その人が花の学校の先輩。怖い。なんて鋭い眼光。あー、ダメ、やっぱり目が怖い。ちょっと先輩、玄関で立ち話なんかしてないで上がってくださいよ。では、お言葉に甘えて。一見怖そうだけど真面目そうな子でよかったわ。心配しすぎね。もしかしたら将来は別の心配をすることになるのかな。桜井くん、なんか私の方をじっと見て。私というよりそんな堂々と一点を見つめて。それとも娘ともども。いいなあ、猫。触りたいんすか、先輩。花。まあ、できれば。多分まだダメっすよ。警戒してるみたいです。なんてこと言うの、母親の目の前で。いつか抱いてみたいな。どうも、お邪魔しました。失礼します。すんじゃ、お母さん、行ってきます。じゃあ、ご両親にはどんな風に私を紹介しようと思ってるの？こちらが宇宙一可愛い僕のお嫁さんだよ。その紹介はやめて。なんか出てるわよ。何やってるの、母さん。あの人がナサ君のお嫁さん？そうだよ、だからちゃんと挨拶をって。はじめまして、お母様、湯崎司と申します。私も湯崎です。奇遇ですね。違う、ナサの母のカノカです。よろしくお願いします。なんか私避けられてるのかしら。いや、あんなもんだよ。奥にいるわ。ただ緊張しすぎて朝から一歩も動けないでいるけど。心ばかりの品ですが、お受け取りください。はい、どうも。ちょっと固まってないで受け取ってくれない？せっかく買ってきたんだから。ごめん。もう少しなんとかならないの？いきなりのご報告で驚かせてしまって。ところで、ナサ君。ん？そろそろお風呂が沸いたみたいなんだけど、入ってみてはどうかね。は？ほらほら、ナサ君、お風呂はこっちよ。いいからお風呂入ってきて。じゃあ。ナサ君のご両親、とっても素敵な方々ね。そう？ナサ君がいない間に素敵なお話いっぱい聞かせてもらっちゃった。だから嫌なんだよな。
ああ、どうしたの母さん。ナサ君、今日は泊まっていくのよね。母さんたちの寝室隣だから。じゃあほどほどに。間柄なのかな。間柄、普通に同じクラスだって言えばいいのか。あ、普通に C ですけど。 C ね。 C! C まで行ったってことか。知らんな。お前ちょっとどうしたの。すまない、取り乱してしまったね。こちらこそすみません、勉強不足で。そんな因果あったんすね。うん、話を戻すが、君はナナコのただの友達なんだね。はい、そうっす。ナナコもそれで合ってるんだね。父さん、ちょっと横になってもいいかな。パパはしっかりしてよ。ちょっと感じで寝てようね。ごめんなさいね、騒がしくて。ちなみにナナコはその誰かさんについて何か言ってました。家族以外で初めてずっと隣にいてほしい人に出会ったって。そうなんすね。関係ないっすけど。あ、俺スマホ取りに行かなきゃいけないんで。失礼します。あら、また来てちょうだいね。お、めぐみんの妹か。随分と可愛らしい子だな。お父さん、姉ちゃんが男引っ掛けて帰ってきた。ちょっとお嬢ちゃん、お兄さんと話をしよう。大したマグカップが動き回りますよ。すごいすごい、どうやって、ね、どうやってるの。何度も言いますが、ただの友人には。失礼、取り乱した。つまらないものですが。母さん、これはわしにカズマさんがくれたものだろう。これは今日の晩ご飯にするんです。なんそれ、いつも食べてる薄めたシャバシャバのおかゆとかじゃなくて、ちゃんとお腹にたまるもの。よく来てくれたね、カズマさん。先輩、逃がさんぞ。動くな。アルデギアの。お父様、この方が私の初めてを捧げた第四神祖。